はい、どうもです。お弁当大好きおやじでございます。今日はね、今日はというか今日からちょっとお弁当企画をね、始めようと思いまして、先日ね、ダイソーさんでせっかくお弁当箱を買ったので、いろんなお弁当というとちょっとあれだな、私のイメージの中では幕の内弁当、なんかいろいろおかずが入ってるようなね、まあ、それだけにとらわれないようにはしたいんですけど、基本いろいろね、いろいろなおかずをお弁当で食べたいっていうのをね、まあ一応根本に置いてやっていこうかなと思ってます。特別今決めてるわけじゃないんですけど、今日に限って言うとね、セブンイレブンでちょっといろいろ買ってきたんで、それでね、お弁当を作っていこうと思います。まずはね、私の大好きなね、大好きなってカニ風味かまぼこ、よく買うやつですね。安い、コスパがいいんでね。そして、これ初めて買いました。食感よく炒めたきんぴらごぼう。ごぼうサラダよく買うんですけどね、こちらは初めてだと思います。きんぴらごぼう。そして、これもね、しょっちゅう買います。北海道産男爵芋のね、明太ポテトサラダ。はい。これがね、美味しいんですよね。で、汁物にね、5種の具材、豚汁。なんだっけ、なんとか。全然出てこない。乾燥しているやつね。フリーズドライ。フリーズドライですね。はい。そして、お漬物関連はね、こっちの本漬けたくあん。実はこれね、宮崎県の大根なんですって。中国産かなと思ったんですけど、もうお漬物必要だったんでね、本当はね、あ、でもきんぴらがあったからいいか。で、これをね、そして、これもね、たまに買います。ミートボール。これ100円ぐらいだから安いのよ。コスパいいの、これ100円だから。そしてね、今日のメインはこれにしようと思いました。特製タレで煮込んだ豚角煮、300円ぐらいですね。金の豚角煮もあるんですけども、こちらもね、ちょっと脂身の量が多いんでね、がっつりいきたいときはこれがいいんじゃないかなと思います。なんでね、これらを作ってちょっとお弁当を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、完成しました。なんかね、思ったよりはちょっと貧相になっちゃったね。まあ、紹介します。私の彼氏です。なんかそんなモーニング娘。の歌があったな。まあいいや、きんぴら、ミートボール、カニカマ。で、下にはキャベツを敷いてあって、明太ポテトサラダ。で、たくあん。で、メインのね、豚角煮を2枚。ね、乗せてあります。ここら辺がちょっとボリュームなくない？ここら辺がね、ボリュームないって感じ。あとはフリーズドライの豚汁でございます。それではいただきます。トップバリューさんのね、炭酸水、ぶどうの香りがいい香りでございますわ。いや、いいね。乾杯です。それではいただきます。何がいいかな。タコミコ。豚汁具だくさん。あ、美味しいわ。出汁が効いてる。やっぱりごぼうとか入ってんのもいいんだよね。豚汁も100円だったかな。あ、美味しいわ。小ぶりのね。甘めの味付けで。
うん、お値段はね、豚汁抜いてお惣菜関係で959円。まあ全部使ってないんで。これだけで150円でしょ。でも300円ぐらいしかいってないかもな。うん、やっぱり主役の角煮が美味しい。うん、これうまいんだよ。あ、きんぴら美味しいわ。うん、美味しい美味しい。これキャベツキャベツも今回は切ったけど、セブンイレブンで売ってるからね。この豚汁うまいな。ご飯かけたい。このお弁当企画はどうなるか分かんない。あの、作り出す可能性もあるし、いろんなコンビニことで買える恐れもあるし、ただおかずがね、全部使わないから余るのよ。なんでね、使い回しになる可能性は高い。うん、きんぴら美味しい。トップバリューのブドウ美味しいな。炭酸水香りがいい。これおすすめだ。これでもあんまり食べ過ぎなくていいな。まあ後にこれがカップ麺に変わる可能性は大なんですけど、うん、
弁当ダイエットになるかな、まあ、カップラーメンになったらならないな。うん、アメージング。とろける。うん、ごちそうさまでした。はい、ということでね、ごちそうさまでした。今日からね、毎日じゃないですけど、ちょっと弁当企画をね、やろうと思って、第1弾は、セブンイレブンでちょっとね、お惣菜を買ってきてお弁当作ってみました。やっぱりいろんな種類食べれるっていうのはね、ちょっと楽しかったね、自分の中でも。またね、お弁当シリーズ続けていきたいと思いますので、よろしければね、ご視聴の方よろしくお願いします。それでは、いつもありがとうございます。バイバイ。